さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々は元気です、はい、元気でございます。おかげさまで、はい、さてさてですね、はい、早速なんですけど、うん、最近ハマってるエコもしくは最近知った新しいエコありますか。あ、エコはあのペットボトルのあれとね、カップと商標を全部外して分けて出すとか、うん、いろんな車とかもさ今再利用できるんだよ全部。え、そうなんですか。僕、うん、僕の車もなんかもそれ乗り終わったらシートだとかそういうものを全部またきれいにして同じ素材でできるっていうのね。すごい大きなエコですね。エコですね。ありますか。私はちっちゃなエコあるんですか。ちっちゃなエコあります。ちっちゃなエコあって、うん、あのプリンターのインクのカートリッジからになったやつを、うん、なんか区役所とかどっかに持っていくと、うん、また再利用してくれるっていうのをなんか見かけたので、うん、今ちょっと貯めてます。あ、貯めて。カラカラのやつを、はい、貯めて出していこうと思ってます。いろいろありますね。ありますね。はい、いろいろありますね。ということで今日ご紹介する企業様なんですけども、はい、うん、地球環境に優しいセラミック技術のエキスパートとして技術展開を行っています。こちらの企業様です。はい、かつて建設資材などで多く使われていたアスベスト、吸い込むと肺がんなどの病気を引き起こすとして製造と使用が禁止されたが、アスベストを含む古い建物は多く残っている。そんなアスベストを無害化する独自の技術で業界を牽引する企業がここにある。株式会社エコ24。環境負荷の少ないコーティング剤を開発し、その特性を生かした独自の施工法を確立してきた株式会社エコ24。今回代表取締役浜俊一に中でも注目を集めているアスベスト無害化技術について話を聞いた。そのアスベストっていう単語自体はもちろん聞いたことがあるんですけど、うん、でも具体的にじゃあ何ですかって言うと私全然分からなくて、はい、建物の中にそういう壁の、そうですね、あの耐火ですね、鉄骨が火事になった時に、うん、溶け出すのを止めるための耐火とか、 あと寒冷地であればそれを入れて耐熱ですね、うん、暖房とかそういうものに非常にあの効果のある優れた材質なんですね。アスベスト自体は、はい、我々はニュースから見るともう悪いものっていうふうに思うんですけども、はい、修正修復できるんですか。そうですね、うん、我々そのアスベスト問題あった時にですね、はい、日本中のアスベストを全部なくすってのは不可能だと思ってるんですよ、はいはい、でアスベストって魔法の鉱物って言われてぐらいものすごくあの使われてきた部分がありますもので、ただその中で一点中皮腫という問題が一番問題になったもので、中皮腫と皮腫、あのその体の肺に入って肺がんと起こすような、はいはい、じゃあその肺に入らないような形態にすればいいんじゃないかという形で、うん、あのシリコンとアスベストって非常にこう親和性がいい部分があるんですね。同じ地球の鉱物から取り出してますので、はあはあはあ、でそれを体積を大きくしてあの肺に入らないような、まあ、口に入ってもそれがあのハウスダストと同じように咳や痰で出てしまえば肺に害がないもので、それでこうお使いになっていただければいいのかなっていう形で作り上げたんです。すごい。でもそれが現実に成功されたのはいつなんですか。これでいけるみたいなね。あの最初からまあこれでいけんじゃないかと思ったんですけど、うん、ただあのやはり当時はアスベストを全部取ってしまおうっていう発想だったんですね。そうでしたよね。で我々は残して使おうって発想だったもので、もうそういう発想した時に、まあ、ゼネコンさんとかですね、うん、アスベストの解体業者さんが夢みたいな話をするなんて、はいはい、まあ、相手にされないのが最初、はい、2、3年はもう当然そんな形でしたね。ただあの皆さん工場をやることによってやはり除去できない部分とか危険性がかなり伴ってきたもので、うん、もしかしたらこの私どもキャス工法って工法なんですけど、うん、それが一番いいのかなっていうふうに思っていただけるようになってきたのも事実ですね。驚きです、はい、今お話に上がった CAS、まあ、キャス工法っていうのはどういったものなんですか。あのキャス工法っていうのはですね、まあ、
アスベストの吹き付けアスベストって綿状のアスベストをですね、私どものシリコンで作ったエコベストという材料をですね吹きかけて、低圧噴霧で吹けますから、それがこう浮遊することがなく、それで安全にそれを固めてしまおうという。でそれとなおかつ、まあ、あの先ほどお話した鉱物から取り出してますから、あの耐火耐熱にも十分相乗効果で優れてますので、それを損なわない、それと作業するときにも安全にお使いになっていただける、そういったものを含めて審査だしていただいて取れましたもので、それともう一つ最終的に解体するときも有機溶剤を使ってませんもので、水質汚染とか土壌汚染になりませんもので、それをまた土に返そうと。これが、はい、こちらにあるのが、これが実際にキャス工法で処理されたもの、はい、こちらが未処理で、はい、こちらが固めたものです、はい、あこういうどういう違いで見えるかなっていう、まあ、でも我々的には粉っぽいのと塊っぽいのと固まりで固めてしまうという形ですね。あの我々の発想なんかこう自分たちの力で抑えられるものはないと思ってるんですよ。やっぱりその類似したもので共存しながら作っていけたらいいのかな。ですからアスベストとちょうど我々のシリコンがこう類似するものだったから偶然こういった形ができたんじゃないかなと思うんですよね。いや生きてる我々としてありがたいね、はい、このキャス工法の特徴としてはどういったところが挙げられますか。あのまず非常に安全だっていうことですね、はい、それはもうあの先ほどお話したように工事中に飛散しない、お持ちになってるビルをお持ちになってる方にも、また作業される方も安心して使っていただけるんじゃないかなと。それともう一つはあのアスベストのいい部分、耐火とか耐熱、はい、それを損なわないですきちっと保っていられる。アスベストはだからいいんですよね、はい、そういう面で非常に優れているもんなんだけども、そこだけの欠点があったからそれを直されたみたいなね、うん、そうですね。それとあとやはり作業をするときにですね、例えば皆さんこう建物を例えばこういうホテルでもし入ってた場合に封鎖しなきゃいけない、そうするとなかなかそれをあのアスベストの処理することがあのできないっていう状況なもんで、我々はその作業をですね夜間行って通常の業務でやっていただいて、それを夜間でこなして作業を終わらせてしまうっていうような方法も考えております。営業に邪魔にならないっていうね。そうですね、それじゃないとなかなか踏み込んで所有者の方もできない部分があると思うんですよ。平成26年に何か規則が変わられて、そうですね、うん、あのちょうど平成26年に法改正がありましてですね、はいはい、やはりもうあの建物の所有者がアスベストを全部処理しなさいと、今までは建築会社さんにお任せしてた。そうなんですか、はい、でまたその法的なもんも、それが万が一処理ができてた場合には罰則がありますよと、今までは罰則っていうものはなかったんです。はいはい、はい、じゃあ需要は伸びるばっかりですね。そうですね、あのそうですね、はい、片付けなきゃならないところがいっぱいあると思います、ね、でもその片付け方法が、僕らは確か記憶の中ではそのアスベストのニュースを見た時になんかこう剥がしてる、はい、全部こういうあれが多かったように思うんですよね、ニュースの中でも。そうですね、そういうことしなくていいわけですよね。そうですね、まず固めてそのままお使いになっていただくと、あで最終的にはあのものを解体する時が来ると思うんですけど、その時には、うん、その無害化になってますので、それを安全に処理をして、それであの土に返せれば一番いいのかなと。屋内の実際エコベストを使った実例っていうのはどういったものがありますか。あの、まあ、エレベーターシャフトとかですね、はい、それとあと天井裏ですね。天井裏、はい、あそれもあの普通の一般住宅はほとんど少ないんですね、うん、あのやっぱり公共の方が入られるところというのは非常にこう多いもので、そういうところの天井裏っていうのは非常に入ってますね、うん、あですから、まあ、デパートとかホテルとか、はい、そういうところもかなり入ってますでしょうし、安全のためにはじゃあいいんですよね。いいですね、いいんですよね、はい、はっきり言ってそれが危険だとは自分は思ってないんですよ。ただ劣化を防げさえすればずっとお使いになってたのがいいんじゃないかと思ってますね。
物事っていうのは本当に際どいところでいつも動いてますね、いろんなものがね。そうですね、いいものが本当に悪い、実はこうなんだっていう、悪いものが実はいいもんだなっていう話だよ今。昔はアスベストって夢の鉱物と言われてたんですか。はい、でそれをまた我々は今そのエコベストを使って昔の夢の鉱物に戻したいっていうのが、この科学的な、はい、それが一番我々がやりたいところですね。まだまだやっぱどうしても残ってますもので、それを全部取るというのは不可能ですし、また負の遺産になってはいけないと思ってるんですよ、うん、そうですよね。それをうまい形で片付けられれば一番いいのかなと。悪いものは残していきたくないじゃないですか、もうぐらいになってくると、はい、そういったことも考えます。ここでですね、はい、エコ24様の今後の目標を教えていただけますか。はい、今後の目標はやっぱりこの世界中のアスベストを安全に持っていきたいっていうことですね。特にもう後進国は、先進国はほとんどないと思うんです。ただ後進国はこれから高度成長で必ず使うものですし、アスベストってのはいいもので使っていければ非常に発展もしやすくなると思いますので、それに持っていけたら一番いいかなと思ってますね。ただそうやってもまだまだ日本国内のが残ってますもので、それをまず安全に安く片付けられれば一番いいのかなと思ってますね。安全に安く可能ですか。可能だと思いますね。あ、そうですか。はい、最後にですね、格言をお伺いしたいと思います、はい、格言。私自身は転んだ時が起きる時と思ってるんですね。はい、ですから、まあ、アスベストもそうですけど、悪魔になったのも一回起こして魔法の鉱物にできればいいかなと思ってますし、授業もみんなそうだと思うんですよ。挫折があった方がそこで負けないようにまた起き上がるというのが一番いいんじゃないかなと思ってますので、転んだ時が起きる時、勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ました舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。お二人はうわちょっと疲れちゃったな、イライラしちゃったななんて時に、それを発散するためにどんなことをしてますか。仕事終わりにビールをガーッと、そういう話じゃなくて。わかる、私もそれも私も一緒。いやいいです、絶対私も一緒か。そうか、あとはね、カラオケ行ったりとか。あ、そうですね、海は見に行くね。あ、いいですね。行きたいね、そこはね、旅に出るだとかね、うん、旅って言って一泊でも何でもいいんですけど、うん、ちょっとこう環境変えてみるみたいなとこありますね。いいじゃないですか。ありますね、私、うん、なんかすごい変なこと言っていいですか。はい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。スーパーボール投げてバスって、うん、で跳ね返ってくるのを見てなんか落ち着くっていうのあります。なんかバカだなって思って、そう、なんか自分壁にも何でも、そうです、何でも投げて戻ってきて取って投げてっていうのをやってるとすっごいストレス解消になります。へえ、対処方法がありますね。楽しみですね。労働者にとっても企業にとっても年々大きな問題となっているうつ病。そんなうつ病をこれまでにない治療法で根治させようと取り組むクリニックがここにある。 YS 心のクリニック。 YS 心のクリニックでは薬を使わずにうつ病の原因を根本解決していく YS メソッドという治療法を実施。多くの実績を残し、患者からの喜びの声も多数寄せられているという。今回 YS 心のクリニック創始者佐藤康之と、自身も2年間の引きこもり経験を持つ YS 心のクリニック院長竹本義成に話を聞いた。まあ、最近新聞とか雑誌とかですね、特にうつ病というのは特集が組まれたり、はい、いろんな問題ね、各企業でもメンタルヘルスというようなことで、うん、困っていらっしゃる方が多いということで、
特にですね、そのうつ病を中心に、はい、この90日間で、まあ、病から回復、そこからさらに即戦力ですね、はい、社会の即戦力という、それを目指してずっとこの1年半やってきました。はあ、はい、可能なもんですか。3ヶ月ですよね。それがですね、これまでの実績では約 80% の方が回復、まあ、寛解というんですけれども、治癒とは言わなくて、まあ、寛解という言葉を使うんですよね、うん、症状がなくなった状態、うん、寛解、それが寛解率として 80% ぐらいです、うん、患者さんにとって非常に楽な状態になれるっていう、はい、そうですね。あ、まあ、そういったうつ病を中心にしてこれまでずっとやってきたんですけれども、はい、これからさらにその別の疾患にもこう広げていきたい、うん、私どもは提供しているのは、精神療法、うん、YS メソッドという方法で、うん、まあ、これまでになかった方法で、うん、まだ今のところ日本で私どものところしかやっていない方法です。まあ、それは隣にいらっしゃる佐藤先生が開発された方法、これを、医療に応用したのがYS メソッドなんですけれども、うん、そういう方法で薬を頼らない、薬に頼らないという治療法でやっております。はい、あ、薬に頼らないって最後のなんかキーワードを聞いたような感じがしますけど、はい、今薬多いですよね。そうですね、ほとんど、まあ、これはですね、はい、クリニックいろいろ、今心療内科とか精神科のクリニック、うん、駅前行ったらもう必ずありますね。もう非常に多いです。ありますよね。それ、やはりですね、今の日本はまあ一応保険診療というそういう枠組みの中でやっておりますので、はい、その枠組みの中でやろうとするとどうしても短い時間でたくさんの患者さんを受け入れるというふうなことにならざるを得ないということになると、患者さんを例えば5分で見てで薬を出していくというのが、まあ、病院というかクリニック経営上は、はい、当然いいわけですよね。思いますね、はいはい、でもそうじゃないわけですね、やっぱり一人一人の患者さんと向き合っていただいてっていうことですか。そうですね、あくまで薬っていうのは、まあ、対症療法ですね、その時の症状を抑えるだけっていうことで根本的な治療にはなかなかなりえないですね、でその、まあ、精神療法というのはもっともっとこの心の深い部分のところから、うん、はい、まあ、治していくというか改善していくっていうところでより根本的な治療に近 いことになる。でもそういう患者さんが多く、じゃあ心のクリニックさんにはたくさんこうやって来られるわけですよね、はい、それをその人と一人ずつ向き合ってどこにその原因要因があるのかっていうところからですか。はい、それは大変なことですね。でもね、佐藤さんにお伺いしたいんですけども、うん、その YS 心のクリニック立ち上げられたきっかけってそもそも何だったんですか。私が あるこうセミナーをやっていった時に、はい、いろいろ うつ病の人も当然来ますし、はい、いろんな統合失調症の人だと、はい、心の病の人が結構来るわけです、はい、でそういう方がですね、たった2日ぐらいで改善していくわけです。で私は別に医療をやるつもりはなかったんですけど、そう治って、あ、俺もしかしたら医者がやってることをやってるかもしれないなと思って、はーはーはー、で実際にそれでこれは本当にこれ本格的にやろうと、でそれは私が倒れたことがきっかけだったんです。あ、ご自身がですね、倒れて、はい、左半身が麻痺なんですけど、はい、脳卒中でね、で倒れた時に医者にはっきり言われたんです、もう治らないよって、はい、その瞬間に私窓から飛び降りたかったんです。そうなりますよね、うん、医者は薬を出しながら毒薬を持ってるのかと思った。ああ、毒薬をね、うん、治らないって言われれば、そう治られて一生がそうなる。その時に私はよし、私が回復したらそういうクリニックをやろうと心に誓ってた。あ、それが一番のきっかけでした。したらみんな治り始めちゃうんだ。みんなで喋ってるだけで、ね、やっぱり心気持ちっていうのが大きいんだよな、うん、そっから そうですね、はい、そういうのをこうこういう言い方が閉じこもっているものを開かしてあげるっていうことなんですかね。そうですね、一つの要素としてはね、人間を何と見るかなんです。人間を肉と骨と皮で見るのか、それとも水分、大多数が水分と見るのか、はい、それとも DNA なのか、それとも原子素粒子なのか。あ、私は人間を記憶と見てるんです。記憶だから DNA も記憶だと、はいはい、で
おぎゃって生まれた時にお父さんお母さんに育てられ、はい、でお父さんとお母さんの関係、はい、どういう関係だったのか、はい、それが家庭の雰囲気になりますよ ね、 あなりますね。それが自分の心の土台になっていくわけです。そしてその心がある環境が来た時にそれが反応するわけです、うん、どういう人と出会った時にどういう反応するのかっていう、はい、それは全部記憶です。記憶に薬を振りかけるって変な話ですね、はいはい、それで治すっていうのは、うん、その記憶そのものが問題なの。あ、みんなが一緒の薬なわけないですもんね。そういうことです。全部違いますね。全部違いますね。そういうことです。最初患者さんが見えた時っていうのはもちろん、まあ、病気でね来られるわけですからね、はい、そういった時っていうのはそのアンケートだとかなんとかっていうものから始まるんですか。そうですね、治療の仕方というのはまずですね、うん、一番最初まだ私ども治療法というのはこの世の中でなかったものですから、ないですよね、メゾットは、はい、まずどういうものかというのを説明するところから最初始めるんですね。診療相談っていう、はい、まず、今その方の今困ってらっしゃることをお伺いして、うん、で、うち、まあ、私どものところではこういうことをやってますよということを説明して、うん、で納得してもらってからじゃ あの診察、次診察という感じで、あとは、まあ、そういったワークですね、ワークをしながらこう直していくわけですけれども、そういったワークっていうのはどういう、例えばどうですか。例えば一言で言うのは非常に難しいですけれども、あの自分の心の奥にある今自分だと思っている自分がいますよね、はい、ですけれども本当のというかもっともっと深いところにあるものがあるわけですね。それを出していこうというワークですね。リラックスしている時に出てきますね。例えばね、一般社会なら周りの人が全部敵に見えるか、全部味方に仲間に見えるか、そうか、ね、敵に見えた時に怖くなるわけ、うん、怖くなりますね。自分さえ敵になる可能性あるんです。あ、自分で、自分の、だからうつ病になる方は自分で自分を責めてるわけです。あの自分の理想があって、その理想じゃない自分を見て、俺はダメだ、私はダメだ、ダメだ、ダメだって年がら年中寝ても覚めても思ってるわけ。そしてだんだん落ち込んでくる、気力がなくなってそのまま引きこもりになったりしたりするわけ。ダメな人間は表出ちゃダメだと思っちゃうわけ。実は運動選手でもいるんですよ、うん、そういうメンタルのところで鬱に入っていくっていう選手は、まあ、たくさんはいないんですけど何人もいます。はい、だから責めてる自分と責められてる自分がいるわけです。それをそのまま、あの社会になっていくといじめになるわけです。あ、自分一人でも自分をいじめてる場合がある。でも際どいところですよね、うん、なんか常にそういうことをしているような自分もいるなって思ったりもするし、そこがどこまでいくと、でその2つの自分の3つ目の自分があるんです。それを本当の自分って言ってるんですけど、そこになった時に全部味方になるわけです。あ、そうしたらあまり怖いものなくなる。あ、敵だと思うから怖いんであって、一番の味方だと思うから何も怖くないわけです。そうですよね。 それは全部自分で改善できるんです。あ、ここに入っていくんですね。そういうことです。いや深いよ、はい、なんかもうこう見つめられてる視線がですね、はい、我々のもう中に入ってきてるなって感じがあるじゃないですかね。ギュンともうここにまた、もう大体俺この辺まで掴まれてるぞみたいな次の質問ここだみたいな、なんかな、親切な、はい、あ、でもそれがあの気持ちよかったりするんだよね。だから悩まれてる方だし、はい、うん、こうだんだんやっぱり開いてくるもんですか、人っていうのは。その会話の中でも、うん、もう間違いなく開きます、うん、開いてくるんですね、うん、根本的な原因と環境原因ってある。根本原因が先ほど言った DNA もそうだし、うん、その積み重ねな、うん、環境原因っていうのは今の職場だとか家庭生活だとか、うん、そういうこの両面で決まりなんです、うん、この両面を同時に変えていったら根本から変わるわけです。もう別の自分が出てくるんでしょうね。そうですね。あ、そうかみたいな感じに逆に良くなってくるんですかね。ね、悩んでなかった自分に気がつくっていうことじゃないですかね。さっきもあの、あ、悩んでなかった。よく鬱はよく言われるのは、はい、鬱はなくなったとか鬱ではなかったとか、はい、もう鬱が消えたとか、はい、だからそういう感覚になるみたいですね。あ、もう自分の心の中探してももう鬱がないっていうような感じになるみたいですね。はい、もうじゃあ別人になるわけですよね。別な言い方するとですね、うん、あの寝てますよね。寝てる時に布団の中入ってるでしょ。で怖い夢見るじゃないですか、はい、ね、怖い夢ってうなされるじゃないですか、はい、で寝汗でびっしょりで金縛りにあって、はい、そして
ね、悲鳴を上げて、うん、うわーっと、そしてパッと目覚めた瞬間、布団の中なわけです。何もないわけです、はいはい、ほっとするっていう、そしてほっとして、はい、してるんですけど、でも寝汗ではびっしょりだ、金縛りはまだ解けてないわけ。ああ私たちは存在しないものに苦しめられる証拠なわけです。人はどう思ってるんじゃないかとか、で、ね、か過去の自分、自分の親に対して恨みが消えなかったり、あそうですね、なんでこうしてくれなかったんだって、もう全部過去のことに苦しんでるわけです。だから まるで目が覚めたように回復していくことは可能なわけです。基本的にですね、今企業向けにですね、企業もやはりそういううつ病だとか、そういう精神的な病の人を抱えてるわけです。抱えてますね。今は多いみたいですけどね。簡単にクビにはできないわけです。クビにしたら、ね、あそこは病、ちょっと病気になったらクビになるんだったら、みんなのモチベーションにもかかりますね。だからそういう面で相当厳しいわけです。あじゃあそれをもうブラック企業だってことを認めるわけにもいかんし、あだからその意味で直しただけじゃなくて、そのまんま戦力になって仕事をバリバリやれるようになったら、はい、企業にとってこんないいことないですね。あね、その提案を今してるんです、企業向けに。あで企業から相当今アプローチは来始めてますけど。あそうですか、ね。最後になりますが、はい、佐藤さんの格言をお願いします、うん、病気を見るな、その人の人間を見よ、人間を見るな、その人の本当の自分、その人を見よ、真我を見よ、はい、という、そうですよね、うん、だから その人は どこを見るか、その肉体のその人を見るのか、うん、その人の心を見るのか、考え方を見るのか、うん、その奥にある本当の自分を見るかによって扱い方が全部違う。だからもちろん私はその人の本当の姿を、うん、素晴らしい姿を見る、その素晴らしい姿があなたですよということを目覚めさせてあげる、そうしたらほとんど病気は治ってくる。いやーありがたいでございます、なんか心温まるね、はい、お話をありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション、あなたの奥深いところには宝の山が眠っています。どんな人の中にも幸福な人生を実現できる神秘の力が宿っているのです。今週のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら、瞑想のすすめ。この本を書いたのは世界でたった2人のシッターマスターのヨグマタ相川恵子さん。あなたがどう生きたら成功できるのか、幸せになれるのか、また人の中の神秘な力の秘密への道しるべを書いた一冊です。そしてさらに、あなたの隠れた才能を引き出す教えと心を輝かせる瞑想の CD もついています。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。